カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こんにちは、伊藤桃です。若林桃です。桃ちゃんはイヤホンガンガンゲームしたことある？ある。あれ診断の方は？あ、ないの。あ、ないんだ、うん、ちなみに桃は伝言の方はあるけど診断はない。一緒？一緒だね。じゃあ初めてだからちょっと不安だけどやってみよう。そうですね。ではやっていきましょう。はい、ゴー。伊藤ママさん、ママちゃん、全然来ないんだけど大丈夫そう？伊藤さん、伊藤さん、静岡？持病はありますか？病気？持病。自分？違う、持病。自分自分。心の病気？なんかもともと持ってる病気。なんか風邪なんですよ。え、じゃあだから。じゃあ風邪なの。粒は？じゃあ風邪だって。カプセルは飲める？喉。今日は結構熱はありますよ。頭病気じゃない。血液型何型ですか？いつから？それによって出す薬変わってくるんで。あ、分かった。あの、お腹と頭だったらどっちが今あれですか？頭。あ、頭だとしたらインフルの可能性もありますね。だ、頭熱は9度ぐらいあります。9度あります。鼻水。マジ鼻水？え、多分それいつか、昨日から。何？昨日から。もしかしたらインフルエンザな可能性あるので、一応検査した方がいいと思います。過去に病気になったことありますか？過去に病気になったことありますか？過去に病気になったことありますか？どれが一番？あ、喉？あ、でもそれはポリープかも。ポリープ？歌、ま、カラオケとかした後に喉痛くなりますか？歌った。カラオケ行って風邪になった。あー、カラオケして痛くなるんだったら、そう、多分それ普通に喉腫れてるだけだから風邪じゃない。歌いすぎ。薬出します。何？薬出します。カプセル飲めますか？飲める？飲めないの？じゃああなた治らないです。薬？あ、薬？薬？でもなんか大腸の薬は飲んでる。痛い？ん？痛いってことですか？消化器官の病院行ってきた。あー、カラオケ。大腸行きすぎ。なんか多分それカラオケの行きすぎ。消化器官のなんか、だからお腹から声出したから。お腹、でも薬飲んでから1日2回ぐらいちゃんと出るようになった。うん、治ってないよ。もう痛いとこないよ。もう薬出します。薬出します。何？薬出します。何？薬出します。あ？薬。何？え、治ったの？治ってない。なんかもうどっと疲れてるじゃん。全然聞き取れなかったね。めっちゃ大声出したのに。マジでわかんなかった。そんなこと言うんだもん。え、逆、もうちょっと聞き届けずっと一緒なの。だから何言ってんのか全然わかんなかった。ということでね、皆さん病院に行くときはイヤホンをつけずにしっかりと診察していってください。はい、はい、ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひしてください。ぜひお願いします。それでは。